こんばんは。高尾紗友香でーす。金曜日の夜です。明日夜配信できそうです。できると思われます。ふむふむ。めっちゃ髪黒い。黒髪。黒いよね。そう、明日はサーヤン配信からのヤンマガウェブです。でも最近黒染めしてないんだよね。もうだいぶ黒。夜配信できます。つよつよ。スイパラは19日、公演がある日かな。ももちゃんとね、そう、スイパラでイベントありますね。ぜひぜひ。結構神イベの予感です。スイパラからの公演かな。だと思う。私が見た感じ。明日は私会ですね。東京。久しぶりだ。確かに。天気がね。当日参加、当日参加、どうなんだろう。できるのか。確か。完売してなければ。確かに。在庫次第だみたいです。完売してなければ。完売してた？昨日まで受付してた。完売してた？みんな。でも昨日までか。
わからん。またなんか案内があればいいですよね。当日参加ありとか。誕生日おめでとうございます、ぶっちさん。今年もサーヤン推しの一年になりますよう。なんか最近毎日誕生日の人いない？なるほどね。あ、販売期間昨日までだって。昨日までだけど、でもね、当日もこうあったらいいよねみたいな感じですよね。だってそりゃ当日にならんといけるか分かんない方もいるし、気軽に来れたりとかもありますしね。ありそう、当日券。カレー食べてから行く。あ、そうかも、明日からか、スイパラ。わあ。当日券いいね。食べたことないけど美味しいと思う。辛いか分からんけど、でも野菜がいっぱいあるから辛くないんじゃない？スイッパラ予約、予約したらすんなり入ってると思うけど、予約してなかったらその時の混み具合とかで変わりそう。押し直しいいですよ。試食とかしてないね、全然。自分の食べたいんですけど。でもきっと美味しいと思います。私は予約していったよ、アプリで。そう、私がデザインした旗がついてる。アプリで予約できる。それよね、イベントね、あったらいいなと思ってたら自分が選ばれてた、嬉しい。ねえ、また持って帰っていいよ。持って帰るの。なんだっけ、アイスボックスのあのキャンペーンが今日まで。グッズの受注生産が明日まで。お忘れなく。ね。やっぱり月末はそういうありますね。え、そうなんや。もうスイパラ予約できん
時間帯とかもあるらしい。東京のスイッパラ行ったことないもんな。土日はすごいんだね。上野行ったことあるっけな。動物園が近い。あ、そうなんだ。多分行ったことないな。てか、なんだろう、東京行ってももうあれだもんな、イベントがある。その本当に楽屋までとか、あと会場と、しかそこでしかもうないからさ。まあ東京にはいるんだけど、東京にの観光っていう感じではないんだよね。そうすぐね帰るしね、ほんと。そう、会場周りがね、なんか一回中華街が近くにあった時があって、なんかメンバーとちょっと行かないってなったけど、すぐマネージャーさんがダメですってなって、本当の近場で、近くの近場で、あのなんか差し入れを買ってきてくださったちょっと横浜中華街っぽいやつを。その時確かね、会場にねずっといたんだよね。昼と夜公演があって、その時出番が2回あって、でも待ち時間がすごい長かったんだよね。3時間4時間ぐらい空いててさ、その間チャートリーの時ですね、チャートリーの時。確かに PR 舞台の時は結構自由だったかもしれない自由っていうか、その間の時間っていうよりかは、なんだろう、前泊とかあったりして。って感じだったか。そう。撮影っていうか動画とか、動画撮影とかも兼ねてね、なんか観光したりとかあって楽しかった。1年前ぐらいか。楽しかったな。見た目は中学生。中学生？
半年前か。半年前を1年前って言っちゃった。まあそんなもんよ。去年去年てかさ、来年2024年か。2025年ってさ、なんかすごくない？なんか2025年ってなんかいろんな書類に書くなんか実感が持てない。なんか未来って感じがする。2025年ってなんか未来の未来って感じがする。未来じゃない？2025年なんちゃらみたいななかったっけ。2050年か。なんかそう、2025年にはもうこうなってますみたいなこと言われてなかったっけな。私が小学生の頃らへんに。ドラえもん？2100年にはもうドラえもんがいるみたいな感じ。ドラえもんは2022年だった。本当は え、でもすごいよね。だってさ、スマホとかはさ、携帯とかはさ、もともとドラえもんの道具だったんよね。ドラちゃん、そう、あのちっちゃい携帯みたいな。もともとそう、秘密道具にあったって。それはもうあるよね。空飛ぶ車はどうかな。でもう今さ、あれだもんね、自動運転ができるようになってるから。空飛ぶ、でも空飛ぶ車をどうだろうか。なんかもし本当にできてなんか結構普通になってきて、どうですか、乗りますか、もし空飛ぶ車を普通に普及してきてみたいな。乗る？あー、渋滞が渋滞に捕まらないからみたいな。結構そんな理由で。だってさ、今さ、いっぱい道路あるやん。それはもう使わんくなるってことか。
それに沿って空飛ぶ車もあのそれを軸にしてしたりね。でなんか好みは好みとかありそう。なんかいや自分は陸をこう運転するのが好きなんだよねみたいな。あーみたいな、空派陸派みたいなみたいな会話ができてたりして、いや そうそうそう。でもどうやろうね。でもさ、どういう感覚ってなるとしたらさ、ちょっとジェットコースターみたいな感覚かな。あんな感じかね。でもなんか資格っていうかそういうやつがめっちゃ難しそう。なんかふわふわしそうだよね毎日。そういうアトラクション乗った後ふわふわするもん。未来のことは分かりません。話したけど誰にも分かりません。そうよ、分からないからこそこういう話ができるんだよ。そういうことよ、会話っていうのは。面白い。面白い。楽しいですか？スケジュール管理得意？得意。多分。サヤが一番面白い。え？
広島だよ、横顔。マジか。あ、今日インスタ投稿しましたよ。私面白いっていう自覚ない。でもなんか時々言われる。だけなんかこういう自分みたいな人に会ってこういうことかって思いたい。そう、猫カフェの投稿した。え、高尾さやかみたいなあのそういう人いますかね。唯一無二？それすごくない？え、なんかこういう人、こういう人、なんか自分があのそう客観的に見えないから まあそっか、誰しもそうか、まあ、誰しもそうだよね。そうなんだ。確かによく笑うかも。近くにいたら嬉しい。高尾さやか。え、嬉しいです。そんな風に言われて。高尾さやかみたいな人種いないか。そうなんだ。なんか面白いって言われたことはあのあれ親友ちゃんにしか言われない。仲良くなったら言われるけど、ふん。けんさ、そう今度さ配信にさ登場させたいんですよね、親友ちゃん。いつか。あ、うん。いつの日か。ね、なんかさ出てほしいわ。え、そう顔は多分無理だけど声だけでも面白そう。裏話ね。親友ちゃん今日の裏話やばそうだな。大丈夫そう。黒歴史ですけどね。え、本人言ったことない。二人いるんですよ。一人は中学校からで、もう一人は高校から。確かに親友ちゃん推しの人増えそうかも。3人？え、でもあの1回ね、私の誕生日に2人がなんかサプライズで登場して、
3人で行った時ある。でも絶対私が間にいなければ多分絶対に出会わなかったっていうか、なんかなんか違うんだよねなんか違うんだよね。多分同じクラスにいてもね、多分違うんだろうなと。名前はない。名前な、なんかあったかな その3人の名前はグループ名はないけど、ね、配信見てないよ、私の配信。確かにね、どっちか分かんときあるよね。でも私もどっちか錯乱させてる気もするファンの方に話すときは、うん、そこまでなんかあの確定っていうか明言させなくていいかなって。そうそうそう、来てると思ってた。2人いるんそこの、ちょっと不思議な感じが、不思議な感じにするのが面白ポイント。一人と思ってた。友達一人だね。どうしたら。まあ一人いたらいいんだけどさ。共通点。なんだろう、人気者。そう、そう、人、あ、そう、私のことがめっちゃ好き。私のことをめちゃめちゃ、そう。ベタ褒めしてる。あとなんかなんだろう、どんな時も一番私にとっていい返事をくれる。なんかね、本当にね、なんでそんなこと言葉が出てくるのってくらいに、なんかすごい私を前向きにさせてくれるんだよね。ただ聞いてくれるだけじゃなくて、なんかね、そう、全部その時の返事をね言いたいんだけどね、めっちゃね、
確かに理解者、再現。でこうやってね、なんかもう話しちゃうんだよね、しかもいかにそのね、いい子かっていうことをこう話しちゃうんだよね。でもそう、親友ちゃんも私のことをそうやっていろんな人に話しちゃうらしい。本当にこんだけいい子でみたいな優しくて面白くてみたいな。そうだよ、いい話だな、いい話だな。でしょ。今日もカラオケしよっかな。カラオケ配信、最近のハマり。何しよっかな。よ。そう、あの曲はね、あの曲はね最後なんですよ。なので、最初はね、どうしようかね。ラブトリップはちょっと。恥ずかしいですね。なんか恥ずかしいですね。なんかわかんないけど。そうなんだ。ちゃんと入れてるからね。迷うな。迷うな。なんかちょっと入れる。ミアメロディ
君はメロディ、なんか曲名からしてさ、すごいね。君はメロディ。森歌みたい。春の魔法に日差しは変わって、人も街も明るめに着替えた。風に誘われ気づけば知らずに僕は口ずさんでいた。遠い昔の記憶の彼方に忘れかけてた二人のフェイバリーソン。なぜこの曲が浮かんだのだろう。突然に愛しさと前から準備してる。ノイズだらけのレディオが聞こえてきたんだ。時を超え君はメロディーメロディー。懐かしいハーモニーハーモニー。好きだよと言えず抑えていた胸の痛み。僕のメロディーメロディー。サビだけを覚えてる。若さは切なく輝いた日々が蘇るよ。君と歩いたセンター街から通り抜ける青春に迷って、知らないうちに大人になってた。歌を聴くこともなく何を忘れてしまったのだろう。新しいものばかりを探して今の自分に問いかけるようなあのミュージック。偶然はいつも教えてくれる意味があると思いがけない未来。眠ってた恋が目を覚ます。甘いメモリーメモリー。夢を見たゴリデスゴリデス。さよならに込めた永遠こそ僕の誓い。不意にメモリーメモリー。面影も鮮やかに無意識にそっと口ずさむ僕。帰るように君も思い出すだろうか。あの頃いつも流れた Hissong。 君はメロディーメロディー。懐かしいハーモニーハーモニー。好きだよと言えず抑えていた胸の痛み。僕のメロディーサビだけを覚えてる。この苦い感情が溢れ出す今も。こんなメロディーメロディー。きっとどこかで君だって口ずさむだろう。思い出は時には優しい。いつの日にかあの頃のメロディよき。いい曲だね。
君はメロディうん、何しようかな。ふむふむ。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行を。雲の上浮かぶように、ふわふわと歩いてる。そう、夢見心地で世の中のすべてのもの、キラキラ輝く、そんな気がしてた。
修行しましたか？修行しましたか？あー、おもろい。修行しましょう。好き好き好き。好きなそう好きなそう。好きなそう。あれ？
と言ったら好きだと答えてもっとあなたを好きになるから照れてたって遠慮をしたっていい人なんて褒めてくれないよやっと二人は出会えたんだからイチャイチャとくっつきたいのよ呆れるくらいバカブルでいい今日こそ恋人になろうよ幸せな恋人になろうよにしよっかな好きな曲にしよう今日あんまり声出ないな。止まっちゃった。すみません。遠い空の裾野から朝の光が降り出す。サンライズ、サンシャイン、ダムの門。より今清き水が流れた砂漠の街を満たしてく Every day, every time 僕は今日も生きてる Whoa, 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 whoa 学校に行って友達とふざけ少しだけ授業も耳に入って友達の知恵をつけられることがどれほど大切なことなのだろう乱さないようにルールを守って壁の時計をぼんやり見てる水道の水が出しっぱなしでいつの日か僕だけ溺れそうさこの今を青春と呼ぶのならばどうやって過ごせば輝くの鏡僕は相変わらず闇へと続く道の上でもっとジタバタしながらやりたいことだけやればいい失敗したってもう一度やり直そう何も恐れることはない遠回りでも時間はある僕はずっと歩いてる Whoa, 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 whoa 愛なんて何も知らないくせに愛の歌一目散されるよ戦争のない国に生まれ育て平和とは何か加害もせずに地球上の全ての人たちを幸せにするその理想にはあまりに僕は無力と知って誰かヒーローになる日を待った虚しくて切なくて
許せなくて心の器は空っぽで生きることの意味を考えるたび見えない涙ばかりがこぼれるもっとジタバタしながらあちこち傷を作ればいい First time 痛くたっていつかかさぶたになるだろう血を流したその後は強い自分になれるはず Say no Say yeah 生き方を声に出そうありがとうもっとジタバタしながらやりたいことだけやればいい失敗したってもう一度やり直そう何も恐れることはない遠回りでも時間はある Anyway Anytime 僕はずっと歩いてるもっとジタバタしながらあちこち傷を作ればいい First time 痛くたっていつかかさぶたになるだろう血を流したその後は強い自分になれるはず Say no Say yeah 生き方を声に出そうこの曲めっちゃしたいですね。この曲もしやるってなったらぜひ呼んでほしい。ぜひって思う曲ですね。ダンスは頑張るんで。歌おうかな。ああ、鉄の公園。最近聴いてる曲生きてりゃいいことあるもんさ これもめっちゃ早口自分のことがずっと嫌いだったんだ死んでしまいたいと思ってたやりたいことなんか別に何もなかったし将来の夢を考えたこともなかった学校なんかなくなればいい友達は一人も欲しくないどうして僕は生まれたのか命の使い道を無駄でしかない膨大な時間と怒りと絶望を紛らわすには真夜中全力で走るしかなかった君
人出会って泣けてきた。なぜか涙が止まらない。心を閉ざしてた僕が同じ痛みを感じた存在。目の前にいる君を抱きしめたいと思った。これが愛と知って、もう一人の自分に気づく。自分が変わるなんて信じられないよ。だけど別人の僕がいる。誰かと話したいなんてありえなかったし、明日のことなんか楽しみにしたことなかった。未来はいつだって憂鬱で、夜中面倒だと思ってた。どうして人は生きるんだろう。何を残したいって言うんだ。たった一度きりの人生だけど、捨てたもんじゃないってことさ。そうよ、や嫌になってわかった気がするよ。君の胸で泣かせてくれ。今日まで生きててよかった。なんて素敵な世界だろう。ぬくもりに僕は包まれてる。ずっと探していた生きがいはそこにあった。これが幸せなんだ。気づかせてくれてありがとう。ああ大好きだ。やっと出会った大事な人がここにいる。ああ大好きだ。君のために生きる。君と出会って泣けてきた。なぜか涙が止まらない。心を閉ざしてた僕が同じ痛みを感じた存在。目の前にいる君を抱きしめたいと思った。これが愛と知って、もう一人の自分に気づく。胸で泣かせてくれ。今日まで生きててよかった。なんて素敵な世界だろう。ぬくもりに僕は包まれてる。ずっと探していた生きがいはそこにあった。これが幸せなんだ。気づかせてくれてありがとう。とにかく生きてやった。誰かと出会って愛を知る。めっちゃ好きこの曲。よくないですか？めっちゃいいですよ。歌い慣れてる？恥ずかしい。歌いいっぱい聴いてるからね。君はスパークル？なんかね難しいんだよね。君はスパークル。歌ってる君が綺麗。ちょっと泣いた。縮まることない距離が眩しかった。どんな曲聴いてもきっとちゃんと聴いてもどうしても僕は君がいいな。今日待っていたよ。だって会いたかったね。ざわざわしたホールでさ君を思った。ただ広いこの空間で星に混じって。ああ君は
どんな気持ちで空になるのか教えてよ。君がスパークルだから僕を苦しめる。好きとか恋とかファンだとかそういうのじゃないんだ。君がスパークルだから僕は生きていける。ああなんかもう憧れの人だよ。今日の夜空の星、僕みたいで嫌だな。そんな光り方何も見えないよ。ハートは黒ずんで君しか磨けないね。電車でぎゅうぎゅう揺られ君を思う。あの広い空から僕はどう見えた。今日の帰り道はいつもよりもちょっと苦しかった。僕しかわからないだから誰も触れないで。人が思うよりも深くて重い海を泳いでる。僕しかわからないだから孤独でいてほしい。空がこのまま飲み込んでくれたら。きっとこんな人だとか作り上げられてる。君はずっとずっと繊細でもっと複雑な人だから。君はスパークルなんだ僕を苦しめる。この世で一番君のこと思ってるのにな。追いつこうとしても遠くなるばかりで。ああなんかもう僕の全てなんだ。夜が明けてきた。今何をしてるの。どこかで歌っていて。スパークル。曲ですね。いい曲だな。じゃあ最後の曲いこうと思います。こちらもね、神曲でございます。真夜中は僕だけの時間だ。もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに。友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ。そんな
時は捨てた。君と巡り合った僕は楽になった。普通に息を吸って、普通に吐いている。君を好きになって、肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ、声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。明日になれば、もう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。生きの仕方変えよう。君に教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと。そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ呼吸すること、急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って、普通に吐いている。君を好きになって、肩の力が抜けた。僕は僕のまま変わらなくていいんだ。好きだ好きだ、声に出してみる。君が君が好きだ。ありがとうございます。ブラボー。いい曲ですよね。ブラボーははというわけで、あれ6月終わる。ではお読みしますね。みつるんさん、あら、あ、違う、ボブさん、みつるんさん、かたむつりさん、こっぺさん、いわちゃん、たんたんさん、ふじぽんさん、ロックオンさん、きちねさん、まいせんさん、ぼんちゃん、ともさん、さとるんさん、F渋谷さん、さとけんさん、
たーやんやんさん、いくごぴょんぴょんさん、ソウルメイトさん、はんちゃん、わっきーさん、ホタテサマー、せいやんさん、ときわさん、神戸のマーチさん、犬ちゃん、猫のおかずさん、ゆうさん、渡辺さん、よっちゃん、ビーツさん、りんさん、まさきさん、えびすさん、オーサムさん、ありがとうございます。すごいカラオケした後だから滑舌がめっちゃいい。ありがとうございます。いや本当に、何を、ありがとう。あともう一曲歌えそうだけどどうしようかな。下手でいく。今日誕生日、え、おめでとう、はんちゃん、ハッピーバースデー、三夜推しの一年にしよう。いけるかな。誰たちよ頑張れ、期待されてないってすっごく楽なんだよね。愛せなんできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい。頑張れって言葉これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。向きになることない。辛くなってしまったら歩けばいいし、休んだって問題ない。人は誰だって だらしない生き物だけど変わってみたくなる。そう、これをきっかけに知ってみないか。さあ一度くらい、何が何だかわからないまま本気出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶり全力でせこ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 気持ちいい自分に、せーの、必死なのってさ、なんかかっこ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな。やるよ、僕も適当に。叱らないで具合、誰もそれぞれだろう。汗をいっぱいかいてるやつとか、肩で息つくやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで突き進むやつもいるってことさ。歩幅が違えばスピードも違う。君は競わないよ、ただゴールを目指そう。関心のまま生きててもいいけど、そう本当は昔はかなり速く走っていたんだろう。それをやる意味は何もない。しらけてるだけじゃ逃げられない。それでも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 腰を上げて、せーの、頑張れ頑張れ頑張れー。
私も頑張れ。褒めてもらえない、僕らの人生、そんなのどうでもいい、さあやるかやらないか、いくぞ。ああヘタレたちよ、心で一丁走ってみないか、さあ一度くらい、何がなんだかわからない、今は本気だぜ、何年かぶりに全力でせこ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 、気持ちいい自分に、せーの頑張れ。僕はずっとヘタレだって抱いてきた、自分もヘタレだって思ってきた、ここで一回ぐらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな、ヘタレだってやるときやるよ。やるときやるよ。かっこいいバージョン。お、ちょうどよき。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさーい。おやすみー。ありがとう。